私の今日のニットはベストです。糸はシルクを使ってるんですが、方眼編み、方眼編みには一目方眼、二目方眼とあるんですが、この作品は一目方眼です。長編みと鎖編みだけで柄を浮き出していくということ、そして途中にドット、ポップルも編み込んでみました。方眼編みは模様編みがどんどん自由にアレンジできますので、どなたでもチャレンジできると思います。